時時刻は6時57分ですさあ、次第はコメンテーターの方々とおニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。い,ますいやー、カレンダーね、準備しなきゃいけないと。そうですよね。いろいろねやっぱりね、月曜日って言うとね、カレンダーの曜日ですからね。お、ね、さんが触れると売れるっちゅうんですよねい。いやー、売れたいね。売りたいね。売いうね。ねねねやっぱり楽しみだよね、うん、これね。阪神タイガースのカレンダー。うん 12月23日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますおはようございます菅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです 菅官官房長官沖縄を視察菅義偉官房長官は週末の21日と22日昨日おととい沖縄県を訪れ火災で主要施設が焼失した首里城などを視察しました沖縄のシンボルである首里城復元に向けた県との連携をアピールし政府の取り組みに対する理解を得ることでアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反発する県民感情を和らげる狙いがあるということです 一方で読売新聞が、あ辺野古移設の後期政府が10年程度と見積もっていると報じたことに対して、昨日官房長官は、現時点で後期など内容についてお答えするのは困難というふうに述べております。はい。はい。 まあこれ、当然そこもね、そうですね、あのですからね、辺野古の後期、辺野古というよりもね、辺野古棋士の後期が一つ大きなポイントになってくると思うんですけれども、やっぱり軟弱地盤があって、ですねやっぱり食いを打ち込まなきゃならないということもあって、ただこの10年程度というのは最短なんですよ。これからですね沖縄県の全面的な協力が得られる中でのその後期というはじき出しですから、まあ、おそらくですね今の状況が続いていくと、はい 十年以上かかってしまうんではないのかじゃあどうやって沖縄県と、えー、折り合いをつけていくのかっていうのが一つのポイントなんだけれども、はい、でその中でね、うん、やっぱりこの首里城の再建問題っていうのは えー、出てきてるわけなんですよね。はい、で、まあ、現知事にとってですね、うん、まあ、どうなんでしょうね。あの、辺野古移設に関して言うとですね、はい、あの、目立った実績っていうのがなくてですね、うん、やっぱり沖縄県民というか、まあ、前回の沖縄県知事選挙の、まあ、唯一にして最大の焦点だった、この、うん、辺野古移設問題なんだけれども、はい、ただそれに対して県民が有権者が納得するような結果が出せていないというね、うん、えー、玉木、えー、まあ、トップにと、知事にとって、 とってですね、はい、やっぱり何らかの実績を出さなきゃならないということで、えー、振ってはいたのが、やっぱりこの首里城再建問題、これをスムーズに進めていくっていう、はい、ところが必要。で、やっぱりそこはじーっとですね、はい、首相官邸というか、政府の方も見てましてね、はい、やっぱりそこは、えー、ここが攻めどこなのかなと、まあ攻めどころっていうとですね、あの、ちょっと言葉に語弊があるかもしれませんけれども、じゃあそこで、えー、なんとか、えー、沖縄県サイドのその南下というのをね、狙、はい、っていこうという動きが出てきていると。 まあもちろんねうん、うんえ、知事サイドはですね、それに対してものすごい強く警戒感を持ってると、はい、ですからえ首里城再建をスムーズに進めたいけど、あまりそこ前の上になってしまうと、はい、相手の十中にはまってしまうというね、うまあそういった矛盾をはらんでるのかなと思いますね。これ、普段は官房長官って、そうそう東京を開けることがないじゃないですか、はい、やっぱそれが動いたっていうのは、一つ、まあ、沖縄に対してのメッセージであったりとか、うんえー、官邸の本気度みたいなものも示すとあるんですかね。そうですね。あのーうん ですから、首里城もちゃんと視察をしてというところで、玉木知事とですね、はい、そこで面談を果たすというね、ある種こう、セレモニー的な要素を盛り込まれた。うんうん、で、加えてですね、やっぱり沖縄県議会選挙が来年控えてるんですよ。ああ、そうか。ええ、なるほど、えー。で、それもあってですね、自民党県連の方へ回って劇を飛ばすというね、うん、えこともしっかりやってきたと。 え、いうこともありますんで、早々にですね、え、年内にもですね、はい。え、県議会選挙に向けて、まあ、あの、アクションが捉えるということだと思いますけどね。ほー。まあ、これね、あの、当然予算、来年度予算であるとか、今年度補正であるとかっていうのも、こう、前にしながら、という時期ですよね。そうですね。で、やっぱりね、私ね、どうなのかな。はい。あの、やっぱり隠し玉としてのね、IR。あこれがね、浮上してくる可能性が高いんですよ。 北海道が、あの、自体自治体というかね、はい。知事はやらないよっていうふ鈴木知事はやりました。当初3カ所ですから、はい。あの、とはいってもですね、あのね、あの、強く希望している和歌山っていうのは、例えば大阪、まあ8割方僕は決定だと思うんですね。うん。で、お互い関空を利用し合う中で、はい。大阪、和歌山ってのはちょっと無理だろうなと。2カ所そこで近畿にするっていうのはなかなか。はい。で、そうすると、え、やっぱり沖縄あたりがですね、浮上してくるし、 し、ええまあ沖縄にとってもですね、これは非常に大きなメリットがある。はい、ええそうするとやっぱりそのあたりをですね材料にえ来年の県議選が動いていくのかなと思いますけどね。えー、これそうするとまとまった土地っていうと。 やっぱり普天間跡地ってことになってきますか。ただね、これはね、間に合いません。はっきり言って、その十年の。ええー。で、なおかつ、ちょっとあの都市部すぎるのでね。住宅街に近すぎるので。また違ったところということになるんでしょうけれども。まあ、それについてはね、地はたくさんありますからね。うんええー、まずは、菅官房長官の沖縄視察についてでした。続いて、七時の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理とトランプ大統領75分電話会談 安倍総理大臣は21日の夜、アメリカ側の要請でトランプ大統領と電話会談を行いました。緊張が高まる北朝鮮情勢をめぐって意見交換し、日米の緊密な連携を改めて確認したとみられます。えー、北朝鮮側はアメリカとの交渉期限を一方的に年末と設定と、クリスマスプレゼントを送り付けてやる、みたいなことも言ってますが。うん、えーえー、ですから交渉期限を一方 的に年末というのはこれ微妙なところでしたね、えー、どうしてかっていうと、はい、あの、もうすでにアメリカはですね、うん、アメリカ国内はと言ってるのかな、えー、実質的な大統領選挙に突入しているんですよ。はい、ですから、その外交問題とか安全保障問題について、うんえー、新たな手を打ってくるというね、えこ、ー、とはなかなかやりにくい、はい、えー、内向きになっているというね、状況にあるわけなんですよね。うん、ですから、ここでこういったことを突きつけられてもですね、はい、まあ、ある意味でこう、不確定要素になってしまいますから、うんえー、トランプ大統領としては、まあ嫌な なタイミングでの,、はい、その北朝鮮サイドの動きだなぁと思っていることはこれ、間違いないんですね、でこれが1点目、そして2点目としては、ですね、はい、あのー、やっぱりこの ICBM ・大陸間弾道ミサイル、長距離ミサイルということ。 なんですが、うん、まあこれの発射実験と実際に飛ばすということになると、はい、これは完全にレッドゾーンを超、えー、えてくる。うん、あるいは核爆発のですね、はい、実験、これもレッドゾーンを超えると。ですからこの二つについてはですね、うん、まあ言ってみれば2016年の米朝首脳会談以降、全部控えてきたわけですよ。封印してきた。うん、はい。で、それを要するに再開するということは、ええ、2016年以前に。2018年か。えー

いうことになるわけですから、はい、まあ、それでもいいんですかと、すべてのこれまでのやり取りは、水泡に帰してしまいますよということになるわけなんですよね。はい、だからこそ、トランプ大統領が、えー、えまあ、個人的な関係、コネクションを作ったと、本人は認識してるんでしょうけども、え金正恩委員長が、要するにアメリカ大統領選挙の中で、うえそういったことは読めはやってこないだろうと、はい、え言ってるのも、そこに意味があるんですよ。えー、ですから、そういった意味で言うとね、一寸刻みで、エンジンの燃焼実験であるとか、はいえー 刻みでやってきたっていうことはこれ結構ねブラフというか揺さぶりで聞いてるはずなんですねだから今のタイミングがやっぱり北朝鮮にとってみるとね、はい、アメリカからの情報この情報っていうのはやっぱりその国連の経済設議これ聞いてますからね相当、えー、ねはいでまあ一部報道で、えー、あの北朝鮮のね、はい、人的輸出とい ったらいいんですかねでら、あの、北朝鮮の労働者を、はいえー、中国とかロシアに派遣して、うん、10万人程度いると、うんえー、言われているわけなんですが、はい、これ実は公用旅券で、えー、ですから普通の労働者の、えー、旅券ではなくて、外国官の公用旅券で。公用旅券で10万人も <laughs>、えー。 出してるんです、ね、出してるんですよ。<ー>で、技術研修者という名目で出してるわけなんですよね。だから国連はこれ22日までにやめろと、はい、今月22日までやめろということになってますけども。うそうでしたよね。昨日までにと。えーえー、ただこれ公用旅券で技術研修者だから、はい、ある意味では外交官みたいなね。まあそうですよね。公用旅券ってことはそういうことになっちゃいますよね。えー、だからその国連のね、対象外というね。あ、そうか、制裁対象外。えー、ああ、なるほど。えー 逃れなんですけどね。で、ただこれでじゃあお金を数百億円得ていると年間にね。はい、えー、アメリカはそういう認識を持ってるけども。で、コのキャッシュ、現金が入ってってるわけじゃなくて、えー、これは中国からの、あるいはロシアからの物資のですね、輸入の決済として使われてるわけ。なるほどで。ですから北朝鮮に送金しているわけでもないし、はい、あるいは北朝鮮にお金が入ってっても、現金が入ってっても、これ意味ない話ですからね。ですから北朝鮮の国境外で、使われているというのが、はい 実態なんですよ。ただそれがやっぱり北朝鮮経済を下支えしていることは間違いありませんから、<ー>さあ果たしてこれをどうするのかという問題。えですから、どうなんでしょうね。あのー、こう、インフラというのかな。はい、北朝鮮経済の下支えになっているから、そのお金がミサイル開発に向かうわけでは、 ないんですけれども、ただ、もともとの、その、実体経済がですね、どんどん地盤沈下している中で、果たしていつまで持つのかなという自分もありますよね。ああ、その辺は、北朝鮮、まあ、金正恩氏サイドとしても、結構危機感のあるところだろうですね。あの、ですからね、あの、これはまあ、表の世界の話じゃないけれども、ほら、北朝鮮は国家を挙げて、ハッキング、ね、あるいは偽札、あるいは薬物、麻薬、 お生産してると言われてますよね。えー、で実はね、はい、あの、校舎の偽発送麻薬については、えー、え国連の制裁形式結構効いてて、<あ>外部で持ち出しができなくなってきてるんですよ。そうなんですね。ええー。うんあの、ですから、先だって11月かな、はい、ええ、伊豆下田にですね、中国から、えー、覚醒剤が相当数入って摘発されたってありますよね。はいえー、なぜあれが入ってきてるのかというと、えー、北朝鮮ルートが遮断してるからなんですよ。 あ、そうなんですね。ええ、なるほど。そうすると、中国側から持ってくる以外に方法がない。香港経由なんですけどね。そうそう絞りやすくなるから摘発もできる。ええ、ーこれ北朝鮮の,そのハッキングの方なんですけど、ええ、あのビットコインとか、ああいう,こう、ね、マネーを結構 こう引き出してるっていう話が、時々出るじゃないですか、ええ、なんか、あのー、取引所からハッキングされて、な、えー、くなったみたいな話が、はい、ああいう収入っていうのは結構あるという話もありますよね、ええあのー、ですから、それを、ね、組織だってやっているために、ただその辺については、ですね、えー、最近封じ込めが進んでましてね、<ー>その北朝鮮のハッキングもかつて,もうかつてはね、うんうん、フリーハンドみたいな形で。うんうん よく韓国の取引所から消えたっていうのが、ええ、出てましたよね。ええ ただそのあたりも先細りの状況になってきて<ー>だから、こてできて、ね、いろんな意味で、えー、北朝鮮サイドが焦り出しているというか、はい、え要求がですね、えーまあ、あの激しくなってきているというのは物資を流すというところで言うと、まあ、中国やロシアの影響かみたいなことになるじゃないですか、ええ、その辺ってアメリカとしてはこれ中国とはまあ貿易戦争を今やっている真っ最中と、はい、その辺、協力しろよって言ってもなかなかしてくれないもん。 みたいな事例もあるわけですそ,そうですね、あとロシアもそうですしね、あそそで、加えて、えー、北朝鮮には地下に鉱物資源、豊富な鉱物資源を持ってると言われてますよね、はい、やっぱりそこに対する狙いであるとか、あるいは安全保障上の意味合いでの、えー、北朝鮮の、えー、港のですね、長期創作、はい、こういったところもですね、やっぱりあの中国やロシアにとってメリットのあるところですから、まあその辺で、えー、お金が水面下で流れるということもありえるでしょうね。なるほど では続いてのニュースこちらのニュースです日イラン首脳会談海上自衛隊の活動はホルムズ海峡以外と伝達安倍総理は20日来日したイランのローハリ大統領との首脳会談ですでに与党に伝えていた通り海上自衛隊の活動地域にホルムズ海峡とペルシャ湾を含めない考えをイラン側に説明しましたローハリ大統領は理解を示したとのことです えー、アメリカとイランの核合意をめぐる対立について、まあ、日本は間に入っていく形になろうかと。 ですかね、ええ。あの、ただ、間に入っていくんですけれども、ええ、ただしね、ええ、その、イラン国内が、あの、きちんと、どうなんでしょうね、システムマチックに、うん、あの、意思決定が統一されてるのがどうなのか、はい。っていう問題があって、はい、まあ、つまり制御がね、うん、つまりコントロールが効いてるのがどうなのか、はい。っていうことなんですよ。はいうん、ですから、あの、どうなんでしょうね、あの、 権力のそのメインストリームサイドがですね、うん、えこういったゲリラ的な活動を全部こう支持し何か行われているということよりも、はい、ね勝手に動いてるっていうね、うん、部分もあるのではないかと。はい、でそうするとですね、入っていきたくても入っていけないというか、入ったところであまり効果がないということにもなるんですね。うん、ですからイラン国内の国内情勢の見極めっていうのが、はい、こう非常に重要になってくるのかなと。うん、とは言ってもですね、やっぱりその海域に炎炎ズ海域であるとか、うん、ペルシ。 にですね、日本が入っていくとなると、うん、ある意味でこう敵対行動と、えー、取られても仕方がありませんからね、はいえー、そこについては、まあ、入らないようにしましょうと、うでまだ報道ベースで出てきてないし、伝えられてないんですが、ロ、はいまあえーハニー氏は理解を示したんだけれども、うん、じゃあ、その日本の船舶に対してね、うん、イランサイドがその安全を保障するという現地が取れてるのかどうなのか、<ー>つまり、えーはい、日本としてはそこに入っていかないけれども、じゃあ、イランサイドはそれを保証しますよと。 その現地があればね、うん、こういった、えー、安倍総理のですね、方針といったりのかな、えー、もう理解できるんですが、ええ、そのあたりがどうなってんだろうか、っていうのが一つ大きな隠れたポイントかなと思いますけどね。あまあ、一応その、誰かやったか不明となってますけれども、総理が提ーに行った際には、日本の関係船舶、あれ、穴開けられたっていうのがありましたもんね。はい ですからそ、かうん、そこを狙ってやっている可能性もありますからね。えー、で、それやったのも、その、イランの革命防衛隊なんじゃないかというようなことも言われてますよね。はいえー、相当角度も高いというような話もありますが、えー、そこら辺やっぱりグリップは効かないもんですか。ね、だから、イランとしてもね、やっぱりあの国内の動きを見てみるとですね、うん、やっぱりそのアメリカとの仲介役を期待しているところもあるんですよ。はい。 第三国に対してね一番メッセージが正確に伝わるのはどこだと、トランプさんに対してと考えると、やっぱり日本だけじゃなくて、いくつかの国があるんですけれども、ただ、その日本が入った途端に、船舶に攻撃が加えられたということは、その要請といったらいいのかな、アメリカとの融和的な動きをぶち壊そうという思惑のある勢力がイラン国内にあるとなると、そこに対して、正義を聞くのかどうなのかっていうところだと思いますけどね。 えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました今日は日米の電話首脳会談そして日イラン首脳会談でした日本放送でお聞きの方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます日本放送飯田浩司の OK 工事アップ教えてニュースキーワード 7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。<noise> 総務次官公鉄 週末を揺るがせた大きなニュースですが、金曜日の夕方に入ってきましたね。高市総務大臣は、総務省の鈴木茂樹事務次官が、かんぽ生命保険の不適切販売問題を起こした日本郵政の行政処分案の検討状況について、日本郵政の鈴木康夫上級副社長に漏洩していたと発表しました。20日付で停職3ヶ月の懲戒処分にしましたが、鈴木茂樹次官は、その この日付で辞職をしました実情の更迭となります、えー、この日本郵政の上級副社長の鈴木康夫氏の方ですがこの人も旧郵政省出身で総務次官を務めていたとまあ先輩後輩の関係だったというところだそうです、ね、はい。 あの、ま、大きなニュースですよね、これ。大変なスキャンダルだと思うんですけれども、まあ、そういった意味で言うとですね、あの、やっぱりどうなんでしょうね、総務省って考えるから、なかなか見えにくくなってくるんですが、旧郵政省のこの枠組みで考えるとね、見えやすくなってくる。どういうことかというと、旧郵政省っていうのは、もともと原業産局といってですね、あの、郵便局事業っていうのがメインの、その、やってる仕事だったんですよね。で、ところがこの現業ではなくて、 はい、政策官庁への脱皮と、えー、将来やっぱりその優政省を拡大していくということもあってですね、連、うんはい、波放送行政、はい、えこれは政策行政としてね、うん、えこっちへどん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 シフトしていった、うん、だから衛星放送だとかね、はい、えああいったものをその優政省の管轄でと。うん、えで、もちろんもともとこれベースとしては、 あの、NHK というね、存在があってですね。はい、まあ、ですから、そちらの方にぐーっとシフトしていった。で、しかも、その、郵便局についてはですね、うん、民営化っていうのが、えー、進められた。うん、この、ある意味で、二、えー、つのね、はいえー、塊みたいなね、両輪がですね、まあ、今回微妙に絡んでるのかなと、うんえー、思いますよね。あの、ですから、どうなんでしょうね。うんえー、一つは、えー、なかなかですね、その、まあ、あの、郵便局も、日本郵政もですね、はいはい、民営化っていうところに 対ししてては非常にこう抵抗してるわけですよ、えー、ですからこれは小泉政権の時に郵政民営化で竹中総務大臣が進めてきたんだけれども、うんはい、で当初はですねあの全面民営化というところがあったんだけれども、うんはい、ブレーキがかかってしまってですね、えー、半官半民みたいな そういう状況、それは天下り先っていうこともありますし、あるいは、えー、この国がハンドリングをするという状況もあったんでしょう。うん、はい。で、そこの負の側面とね、うん、が今回色濃く出てきてしまって、うん、結果的にこの、えー、ね、あの、鈴木上級副社長、両方とも鈴木なんでね、うん、そうわかりにくいんですけども、え、NHK の え、失礼。日本郵政の鈴木上級副社長の方は、はい。さっき申し上げたね、NHK の方に今度プレッシャーをかけるというね。ねえ。サウス組の。はい。だからこれはね、この背景を見てみると、え、郵政省の負の、旧郵政省のね、負の部分が全部出てきてしまったなと。うん。で、これ、高使大臣だったからこそ、明るみに出せたんじゃないかなと思いますね。うん。それこそは NHK に対して恫喝だというような報道もありましたけれども、それほど強いこと言えるっていうのは、やっぱり現役時代 いろんなことがあったから、まあ癖が出たみたいなところもあるわけですよねだって、ああののね旧郵政省にとって NHK っていうのは、要するに自分たちが好き勝手できる会社っていうかね、子会社みたいな意識ですから、まあそれなんで俺たちのことをね批判するんだ俺たちといっても、あの別にね、あの郵政省、あるいは総務省じゃなくてね、日本郵便なんだけども、ね民間企業じゃないかというね。でその辺もななんんかかここうう 理解できないような雰囲気が頼ってるのは、そうじゃなくて、うん、これは三位一体なんだと、要するに旧郵政官僚、総務省の官僚にとって、はい、これは三位一体なんだから、その中で誰が力を持ってるんだと、誰がトップなんだと、ね、俺、事務次官だろう、うみたいなね。分からせてやるよ だから、片た一方からは、先輩後輩の関係を利用して情報を取り、そして、かたや自分たちの子会社的な存在でよ NHK に対しては同喝する。これはね、別に特殊なというか、この鈴木上級副社長ね、個人のですね、特殊なキャラクターではなくて、旧郵政省総務省を持っている本質的なところなんですよ。 当たり前のことなんです、これは。うん。えー、それが表に出てきた。だけなんですよ。なるほど。根は深いわけですね、えー、これは。えー、今日のキーワード、総務時間更迭でした。OK。Call t p 時刻は7時35分です。メールツイッターいろいろいただいてるんですが、はい、あのー、7時前の枠のところで、阪神タイガースのカレーってですね、CM に入っちゃったらしいんで、阪神、えーえー、のカレーかとか。<laughs> <laughs> いろいろ想像を及ぼしておりますが、阪神タイガースのカレンダーでございます。はい、はいはい。ねよくできたカレンダーをこ、えー、今日、須田さんからいただきましたさしてほしいよな、そのぐらいがね。カレッと来たらね、えー、この時期でというと。えーえー、<laughs> みんななんか大喜利みたいにボケてくれますか、ね、ありがとうございます。<laughs> 1>, ええー、1月は矢野監督。はい、そしてその後ろに、 キャッチャーの梅の選手だけこう見えてるってこと、ね。ってと来年梅の売りなんでしょうね。そういうことになるんですかね、えー、やっぱね。注目選手ですね。そうそう、ファンはこういう写真からいろいろ読み取るはい、ありがとうございます。さあ、この後は。鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマは、グリーティングカードについてです。<ー>時刻は7時43分です。 ここで電車の情報です。JR 吾妻線は積雪で木が倒れた影響で、現在高崎駅と長野原草津口駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていないということです。うん、ご利用の方ご注意ください。現場かどこかによるんですけどこれ、やんばダムのね、うん、えところで線路付け替えたばっかりのはずなんですよ。うん、で、多分この草津のたり、まあ温泉もそうだけど、スキー客もね、<ー>そう、これから先シーズンのはずなので、ちょっとね、心配ですよね。うんはい、さあ,あ、続いて、えー ここだけニューススクープアップですお送りしております日本放送飯田康二のオッケー康二アップを相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますではあ参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ <music> 秋元議員が中国企業本社で経営トップと面会 IR、統合型リゾート施設への参入を目指していた中国企業をめぐる外国為替法違反事件で、自民党の秋元司衆院議員が IR などを担当する副大臣だったおととし12月、中国深圳にあるこの企業で経営トップなどと面会していたことがわかりました。東京地検特捜部は秋元議員と中国企業の関わりについて詳しい経緯を調べております。 まあ、外為法違反で、えー、家宅捜索ですが、なんか報道されているね、えー、イメージで言うと、ま、はい、IR 絡みで、え、うん、癒着か、みたいなことが書かれてますが、まあ、そこまでの職務権限があったのかどうかっていうのは、また別の話としてはあるようですね。そうですね。あの、ですからね、もちろんね、えー、国土交通副大臣として、はい、IR 担当をやったことは間違いないんですが、うん、あの、事業者選定というのは、はい、これ各自治体ですから、うん、あの、あくまでも国が選ぶのは、 はその自治体であって自治体がその自由選定、はい、まあとは言ってもですね、うん、いろいろな口利ききだう。 とかねあるいは自治体に対する、まあ、強くと言っては言い過ぎかもしれませんが、はい、そういった働きかけみたいなことはできないわけではないということなんですね。で、加えて、ですねやっぱり東京地検特捜部が今、えー、中心で追っかけてるのは、お金の流れですよ。はい、要するに海外から、えー、持ち込まれたお金が、えー、一体どこへどう流れていったのか、誰の手に渡ったのか、これが一つのです、ね、今後の、えー、事件の捜査のです、ね、ポイントになってくるのかなと思いますね。たただそうういった中で言とこの秋元を 議議議議員員というのは元々そのは年の参参院院選選挙でで初当選したた議議だったんですよ平成16年ですね。平成16年ですね。で、ちょうど安倍、第一次安倍政権。<ー>え小泉純一郎さんの後を継いでスタートを切った、はい、第一次安倍政権の政権末期。えー、結果的に、まあ安倍政権はですね、この参議院選挙で負けて55議席しか取れなかったのかな、確か。はい、えまあ、それで負けて体調悪化もあってですね、退陣という流れになっていくんですが、はい でその時にですに、ね、安倍政権の末期に、うん、あの実は防衛省の、えー、政務官を えに就任してるんですよ。<ー>で、まあそのまま、えー、安倍政権が終焉して、えー、終わるのかなと思ったら交代するのかなと思ったら福田康夫政権でも、えー、その役職を引き継いでいく。で、その中で起こったのがですね。はいえー、中国人民解放軍による、えー、自衛隊に対する自衛隊の、えー、船舶に対するですねレーダー照射試験というのが起こるんですね。<ー>で、実はその時の、はいえー、秋元議員の言動を全部チェックしていくとですね、うんえー、その中国に対して。 相当な強硬姿勢で臨んでいる。もちろんそれはね、うん、え防衛省というね、立場があったんでしょうけれども、はい、まあ、あの、見てるとですね、あまり中国に対してはいい感情を持っていないなぁと、と、うん、いうことが伺えた。はい、えまあ、それの後のですね、言動見てもですね、うん、そういう感じだったんですね。うん、で、ところがですね、じゃあ、 ここまで、ね、その中国系企業と親しくなる。はい、で、しかもこのね、えーまあ、中国系企業というのは、深世に本社を置いていて、うん、え何年か前にですね、はい、中国を代表する IT 企業トップ100に、 選ばれてるんですよ。中国国内で結構大掛かりにやっている。ほうほうで、そしてこのインターネット上でゲームやスポークツくじ、それ、はい、お金絡みの事業をやるにあたってですね、えーえー、まあ新圳を本拠に置いて大々的にやってるんですが、手広くやってるんですが、いろいろ話を聞いてみると、中国共産党の幹部のですね、全面バックアップがなければ、えー、あんなビジネスはできない。 というのが言われてで、おそらくですね、そのスポンサーというか資金を出しては、ええ、中国共産党幹部だろうというのが地元のもっぱらの噂というかですね、ええ、え評価なんですね。なるほど。で、そうするとね、やっぱり、えー、日本カジノ、 そうすると、そこに中国企業で中国人が行くとなると、うん、その中国の影響というのが色濃くなってくる。はい、で、そうするとそこに乗っからないとですね、うんえー、なかなか前へ進んでいかない。はい、で、そうするとそこから、えー、ね、あの、ハンドキャリーでとまあ、現金を持ち込み、うん、手持ちで持ち込むんだんだけども、はい、その一回こっきりじゃないだろうと。 相当額のお金が持ち込まれそうすると、さっきの話に戻りますけども、もともと中国に対して、あまりいい感情を持っていなかった秋元議員が、はい、誰がね、うんうん、対して誰が、うんえー、この中国系企業をつないだのか、はい、でそして秋元議員ところに一旦着地したそのキャッシュは秋元議員のところだけで留まったのか、はいうん、それともいろんなところに流れていったのか、おそ、うんまあ、らくですね、間違いなくそれは工作資金 ですから<ー>えねあのさまざまなところにお金が流れていったことは間違いない。うん、だからその資金の流れを通じてですね。うん、そしてね、えー、そこの辺りを解明していこうというのは東京地検特捜部の狙いでありね。うん、ただこれ問題なのがですね。うん、はい。 やっぱり、あのー、ね、えー、政治に影響、国政に大きな影響を与えかねない事件だけども、はい、やっぱり国会審議には影響を与えられないということで、うん、時間との勝負になってくるのかなと。で、ほら、来年の1月20日ぐらいから通常国会始まりますからね、はい。ちょっと早めに召集するみたいな話が出てますね。ね<え>月日。まあ、ですから、そのあたりまでに一定程度の成果を出す必要があるんだろうなと。はい、ほそうするともうあと1ヶ月ないぐんですね。ねえ。 うーん。結構、しかも、正月の休みをじゃあ返上まあるもう返上でしょうね。はあ<ー>。ええ、でもそれ工作資金であるということを考えると、で、 紅茶、まああのー、なんですが、秋元さん、副大臣クラスで、<え>もっと決済権限のある人たちにもってなると、相当大規模になっていくる可能性があるかもしれません、ね、ねですから、そういった意味で言うとね、何かこう動いたと、<え>働きかけをしたということよりも、はい、その資金の流れがでもどうなんでしょうね、中国マネ、はいえーが、ね、懐に入れてたということが明らかになったら、おそらくです、ね、政治生命は終わるでしょうね。うん だから場合によっては、そのもらってた人たちによってはですね、これはどこなんでしょう、安倍さんの、んえー、まあ、ポスト安倍っていうね、はい、意味でも大きな影響を及ぼしかねない、<ー>それだけでも大きな話ですよ、これは。うーん、意外とでかいところに。大物の名前が出てくる可能性があります。はあ<ー>。別に逮捕されるところではないんですよ。えーえー、つまりそういったお金の流れの、え資金の流れの一端に位置していたというところで、実名が上がる可能性も私はあるんじゃないかなと思いますね。うーん 今日のスクープアップ、秋元議員、中央企業本社で営トップと面会とこういうニュースから、えー、今後に及ぶ成況についてもお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。時刻は7時52分です。 さあ、ここでお知らせがあります。<っ>年末なんですけれども、12月31日火曜日、夕方5時から6時にかけて、えー、私、新行と須田さんで、いわゆる年末特番というものを担当いたします。うん、報道スペシャル、日本初上陸、IR って何という番組です。はい またすごいタイミングで、すごいものがありますね <laughs>。さっきのお金の話は一切関係ありませんからね、これ。ありませんからね。関係ありませんからね。はい、ね。え,ー、えっと、パーソナリティが須田慎一郎さん、アシスタントは私、日本放送アナウンサーの新尿一家。そして、ゲストにはですね、はい、経済ジャーナリストの渋谷和弘さんをお招きします。うん、えまた、シンガポールを取材した宮崎優子記者の IR 事情のレポートもあります。うん、この番組はですね、日本に初上陸するカジノを含む IR、統合型リゾート施設とは一体何なのか、何 の目的で作られるのか、IR について一から勉強する、まあ、基本的な情報をについて勉強する入門番組になっています。うんうん、で、渋谷渋谷和弘さんと、そして須田真一郎さん、2人のジャーナリストで、IR の経済効果やギャンブル対策など、分かりやすく解説していただくということなんですねうんいやそれこそさっきね、えー、秋元さんが副大臣であったけれども、職務権限上はっていうあたり、そのね、どういう法の立てつけになってるのかっていうのは。 ちょっと理解してないと、このニュース、見出しで引っ張られたりとかもしちゃいますもんね。そういった意味で言うと、タイミングがいいんだか悪いんだかよくわかんない。だからね、ニュース理解するにはいいと思いますよね。ね。しかも日本放送を代表するエース記者、宮崎さんが登場ですよ、も宮崎優子記者が実際に行ってきたというところね、取材をしておりますんで。31日大晦日の夕方5時から。ね、大晦日も一緒ですよ、須田さん。もういいよ、大晦日は。もうどうでも。ぜひお聞きください。 <laughs> お送りしてまいりました OK 工事アップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい番組オリジナル防災アルミブラケット3人の方にプレゼントです初資格の沢井太史さん藤沢市の浅井千章さん桜市の島村秀夫さんご当選です,おめで,すおめでとうございますおめでとうございます えー、明日のコメンテーターはジャーナリスト有本香理さんです。夕方六時からのザフォーカス。今日は麗沢大学教授の八木秀次さん登場となります。こちらもぜひお聞きください。さあ今朝はジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました。須田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ベ、えー、ルやツイッターでもまあニュースについてもねいろいろいただいておりましたけれども、はい、それ以外にもあのー、正月の準備ということで、ね、車へのお飾りってやってました。なんかいろいろあのー、僕自身は なんか子供の頃って車の,そのボンネットのところに、うん、あのエビのお飾りみたいのを正月はつけるみたいなのがあったんですけど見な最近見なくなりましたよね。ね僕もやらなく 昔はありましたよね千葉松戸からいただきました御馬さん56歳自営業の方、えー、小学生の時私は親に言われてエビの正月飾りを自転車につけていました <laughs> 恥ずかしかったなと <laughs>、えー、それからこちら神奈川のとしさんは神奈川,浅あ川崎麻生区から、えー、小学生の頃軽トラの荷台に初荷と書いたひらひらを長い竿につけて走ってるのをよく見かけましたああ 学校行く途中、そんな車をみ,みんなで数えながら通学した記憶があります、まあ、朝だし、今にしてみると近くに市場があったんで余計目についたんでしょう、都,都内の23区内ですよと、懐かしいですねといただきました。 そういクソを飾りとかってそういえばねえ佐マツもあんまりね見なくなりましたしね企業ぐらいですねああ企業ぐらいですね確かにねあとなんかショッピングセンターのホールみたいなところとかねその割にはさクリスマスのリースとかドーンってやるんだよねそうそう確かにね確かに確かに確かに何教だよお前は何教だよとエビもつけてみろとというわけでこの時間の相手に放送飯田浩二と須田新一郎と新庸一華でしたこのあとは柿花正しあなたとハッピーです この後は、書きただしあなたとハッピー